ちゃんやらみんなに聞かしたいわ、うん、はい、じゃあ始めます。はい、はい、では次ですね、この仏法者は必ずね、まあ、必ずというかみんな袈裟を身につけますよね。そうですね。またこれを略した袈裟を和袈裟といって首からかけるものがございます。これは何のためにかけるのか、またこれは本来はどんな意味があるのか、あとそれ以外にね、お仏陀お灯明とかね、梵鐘とかお輪とか念珠とか灰とか線香とか、ね、三回忌七回忌はどんな意味があるか、まあ、せっかくのご縁ですから、はい、何のためにこういうね仏事をやるのかをね、はい、まあ、皆さんも必ず直面する問題であり、ね、意味を知っておいた方が、ね、皆さんのこれからの、幸せに、ね、直結する内容でもございますから、それを皆さんに今からお伝えしたいと思います。まず最初この袈裟というものをお話します。この袈裟というのはこれは仏法の衣を言います。お坊さんがね着ているものを袈裟と言います。これはねインドの言葉でカサーヤという言葉があるんですね。カサーヤだからこう袈裟というのはこれは当て字なんです、ね、袈裟とはこれカサーヤという、言葉の当て字だからね、これ見ても本当は漢字の意味はわからないんです。でもね無理やりね衣という字をつけたんですわ、ね、加える衣、砂の衣と書いてね、これ袈裟と言います。でこれは元はお釈迦様が身にまとっていた衣を袈裟と言いました。じゃあ袈裟にはどんな意味があるのかと言いますと、なんとね意味はね風造絵という意味なんです。風造絵、風はこれね、まあ大便でございますね、トイレで出す大便ね、クソですよね。だから米が異なると書くんですね。で口から入ったお米が異なった形でお尻から出てくるんで、クソのことを糞と言います、ね、汚いクソをね吐く掃除する衣、つまり汚い衣なんです。これはねお釈迦様時代で言ったらね、額をくるんでいた布なんです。昔の人はねお釈迦様の時代から言いますと、お金持ちはね、まあ、みんな一応まず額があらしなくなったらね布でくるむんです。そして布でくるんでお金持ちは薪とかを買ってねお金払って仮装する焼くんだけどもね、貧乏人はこの布でくるんだまま死体置き場に持っていきます。でそのまま放置するんです。これが当時の習わしでございました。お釈迦様はなんとね自分のこのね衣食住に関してはねみんなに迷惑かけてはならないんで、なんとね死体置き場に行ってこの死体置き場にね死体をくるんでいる衣をね自分が取ってそして洗って、あるいは縫うたりしてですね、自分の衣にされたんです。そうですか。これが本来のお釈迦様の、この袈裟だったんです。そうですか。でここでしてもらいたいのはね、私たちね、死んだ人をね嫌うんですね。鬼中とかね鬼術といってね、死は汚れている、だから年賀状は出さないというなってますよね。これ本来はこれ仏教じゃないんです。仏教はこんな ね死んだ間火を忌み嫌うとか、今は忌中だからねこんとってくださいね、会うのはやめましょうと、これは完全な迷信なんです。お釈迦様はね死を消してね、もう汚らわしいと、汚れということはおっしゃってません。我々の迷信でございます。そうですか。逆にねこの死体置き場はねお坊さんにとってはね最高の修行の場だそうです、お釈迦様もおっしゃったんですよ。お弟子たちに ね心が清らかになる場所があると、死体置き場行ってね、これね昔ならばね1週間持っといたらねものすごい変わります、
あの綺麗な女性でもね、うん、もうねもう顔がぶっくら膨れて黒くなってね、うん、もう見るも見られないね、はい、あの死に様に変わっていきます、はい、今はねあのエバーリングというんですか、なんかね、はい、化粧するんです、はい、うちの知事も結構一応やってもらったんですけどね、はい、あの綺麗にやっぱりねまあ、してくれてましたね、うん、で本当のこと言ったらね、うん、あるがままの姿が本当はいいんです、うん、でもこれとても私たちはねあの受け止められませんから、一応ねお葬式さんも、うん、お葬式屋さんもやっぱりね皆さんの旅を持って、うん、ねあの母父でもねかっこよかったですよ、うん、あの死に顔ね、さあたらもうカチコチですけどね、うん、老人形みたいにね、うん、もう鼻も高くてね、うん、もうちょっと10年若かったような顔にね、うん、あのなってましたけどもあのでも本当はあるがままの姿を見てね、うん、あのお医者さんも実はね亡くなった時にね亡くなる前の姿もね皆さんに見せられたんです、うん、あのお医者様はね死ぬ3ヶ月前にね死を予言されて、入滅予言されて最後みんなと会っていくんですね、うん、非常にもう体もボロボロになってね、うん、もうねこの醜い汚いものが出るんですよね、それをそのままね見せさせておられます、うん、ね、それが実は大事なんですね、うん、もし私たちもね死体見るご縁があったらね見た方がいいです、うん、これが私の末路なんです、うん、ね、人間って今のね日本はね残念ながらね写真も禁止、うん、ね、あの死体写真ね載せたらダメなんです、うん、でもね本当は見た方がいいんです、うん、見るご縁は今ね葬儀しかないんです、うん、ね、でも本当はねやがて私もね、うん、このように死んでいくんだということが分かればね、執着がぐっと減ります、うん、ね、うん、怒りも減ります、うん、だからお釈迦様ね、うん、この下欲場に行ってねお弟子にね感想と言ってね下欲場をね、うん、こう見てですねこれねずっとねイメージ映像するんです、うん、これが私の姿だと未来のね、こう思ったらね心が清らかになるということで、絶好の修行の場がなんと死体置き場だとお釈迦様はねおっしゃってるんです。だから本来仏教にはね鬼日とか鬼中とかね死は汚れという概念はありませんから。だからね、まあ、今回もあったんですけどね、多分親戚の方がね父親が着とった服全部捨てなさい言うんですよ。これ迷信です。別にね着てもいいですね、でもみんなもうねもう捨てなせとね、母はあの後きれいに洗濯したんですよね、うん、でもねいやもうこんなの捨てなさいという人いましたけどね、うん、まあそれは仕方ありません、うん、世間の考えはみんなね、うん、死は汚れだからね死んだ人のものは一切ね、うん、もう触れたら自分もなんかねあの伝染するような、まあ、今でいうあのコロナみたいな感じで思ってるんだと思いますね、うん、でも死は伝染しませんからみんな死んでいくんです。そうや、ね、仏教はあるがままの現実を見ていくのが仏法、うん、この死体もねみんなこれ臭いんですよ、うん、みんな臭いものをみんな持ってるんです、クソ袋をみんな持ってるんです、うん、これを自覚することがあなたの幸せに直結するんです、うん、私は必ず死んでいく、うん、この汚いものを持って執着すべきものじゃないんです、うん、肉体はねこれ借り物ですから、うん、そのあるがままの姿を知るのが大事なんです、うん、それでお釈迦様はですね、まずご自身が実践されて、うん、私が身につける衣は糞造営であると、ね、しかもね次衣の色をですねあえてお釈迦様は茶褐色、まああの黄色とか茶色が大きいですけどね、うんうん、これ仏教で餌食と言います、うん、壊れた色と書きますねこれはねあの原色、緑とか紫とか黄色とかね、そういう綺麗なね原色の色をあえて避けるんです。うーん、なぜかと言いますとそういうね原色の色はねお金がかかるんです、うん、ね、結構ね手間暇がかかる。当時はねこの汚い色ならばねあの葉っぱとかね枯葉とかねそういうそこらに落ちている植物の色でね簡単に染めることができるんです。もし紫とかね青とかならばね、ね、そんな植物探すの大変でございます。お金も費用もかかりますからね。誰もが簡単に染めることができた衣が茶色、ね、あるいは黄土色のね、今、南アジアのお坊さんが着ている服はみんな茶色とか黄土色でしょ、うん、あれがお釈迦様が指定された色なんです、うん、これで平等を表すんです。
ね。お坊さんに差別はない、うん、まず誰もが簡単に身につけることのできる衣の色を一つに決められた、うん、これはお釈迦様のすごい知恵で、うん、人間は本来みんな平等なんだと、うん、で我々違う、かぶり物で決めるんですね。ね、衣もたくさん着とったりね、うん、七重の衣とかありますよね、七重ね、うん、だからいいお坊さんに見えるんですよ、うん、あるいはねこの化粧でもね、うん、あのこの外形を変えればね、うん、あのすごい立派な人に見えますよね、うん、中身はどうかとおっしゃるんです、お釈迦様はね。仏教ではね、外見じゃない、人の評価は心の清らかさなんですね。心が清らかである人が上、ね、だ仏教ではね、この仏教教団といってね、仏教の集まりはね、基本的にはね、まあ、上下はないんだけどもね、でもあえてつけるならばね、心の清らかな人が上なんです。悟りでもね、上に上がれば上がるほど心が清らかで、だから本来仏法者にはね、権力闘争はないんです。あるのはね、煩悩まみれの仏教団体です。本来あの心が清らかな人はね、上に立ちたい気持ちがなくなるんですね。認めてもらいたい気持ちがなくなる、立ちたい、俺は上に立ちたいというのがなくなっていくのが悟りなんです。だからね、本来仏教の集まりは権力闘争もなければ喧嘩は起きないはずなんです。でも人間は煩悩不足だからね、清らかじゃないから、あのいろいろ問題が起きるんです。だから仏教では逆にね、自分より年下でもね、年下が心が清らかだったらね、頭下げた方がいいんです。自分が学べますから、やっぱり清らかな人の方が接するだけでもね、自分の心も清らかになっていきますから。仏教はね、心が清らかかどうかが評価の基準ね。本来みんな平等、お金とか能力とかそういうものじゃないんです、ね、心の清らかさでもしあえてつけるならば、それで判断しなさいということで、お釈迦様はまず衣はね、衣でね、上下をつけたりね、判断してはならないんで、みんな同じ色に出されたんです。これがこの袈裟の本来の意味ですよね。でも今はだいぶね、まあ、時代も変わってきまして、やっぱりいい衣着た方がね、そういうお坊さんにね、お経でもらった方がありがたやとなりますからね。まあその気持ちも分かります、方便としてはね。でも本来はね、衣はお釈迦様はあえて、ね、この茶色にされた御心はみんな平等であるということを示すためであったということなんですね。で決して死とはこれはね、汚れじゃない、また死に良し悪しはございませんね。これはっきり涅槃経にね、死に良し悪しにおっしゃってますよ、教行信証に、ね、死に良し悪しはないとおっしゃってます。今日はね、仏滅だから、結婚式なんかいいそうですよ、うん、結婚式はやる日はやっぱり仏滅の方がね、安くできるそうですわ、ね、関係ない、本来はね、日に関係ない、その人の種まきで良い日にもなれば悪い日にもなります。これ全く迷信ですからね、信なし、まずお釈迦様ご自身が自分のこの衣を通してね、忌中とか忌日、死は汚れである、だから年賀状別にね、本当はどうしてもいいんです、本当は、うん、ね、出しやらといって失礼じゃありません、うん、ね、全く関係ないんです本来はね。そこをまず皆さんに最初知っておいていただきたいと思います。で次にね、じゃあ親鸞聖人はどうおっしゃったかと言ったらですね、またいつか詳しく話したいんですけども、親鸞聖人はこういう説法をされたんです。今朝は三世諸仏の下脱同窓の礼服なりと、こういう説法を親鸞聖人はね、なされたと九伝承八箇条に書かれています。これはどういうことかと言いますとですね、この袈裟というのはですね、これは三世諸仏、過去現在未来の諸仏型の悟りを表した旗印なんだとおっしゃるんですね。袈裟というのは、親鸞聖人はですね、仏法者の目印、仏法者の目印言ったらですね、この袈裟なんだと、袈裟は悟りを得ようとする旗印、袈裟をつけた以上はね、私は煩悩から離れようと努力してます、うん、
悟ってる人はもちろん、悟ってない人もね、煩悩から離れようという種まきをしてなければ袈裟を身につける資格ないんです、うん、ね、欲怒り口から離れていく、これが仏法の目的ですから、これ仏教で下脱と言いますね。過去現在未来の仏様はね、下脱なさってます。下脱とはこれは悟り、涅槃の境地を言います。意味は、ね、下はこれは解放の解、脱は脱出の脱です。苦しみから解放され、苦しみの世界から脱出する、抜け出る、これ脱ぐね、服を脱ぐように煩悩から離れることを言います。そして今ね、私を縛っていた煩悩の縄、業の縄をね、解きほぐすのが芸なんです。ただ下脱したならば、煩悩をで私を縛っていた縄が解きほぐされ解放され、苦しみから脱出抜け出すことができたのが下脱であります。この下脱を表す礼服、あるいは今はちょっとね、喪服とか礼服と言いますよね、黒い服とか礼服と言ったら黒ですけどね、これ仏法者のこれは実は同窓の礼服とおっしゃった。この同窓というのは次ですね、この字難しいけどね、これはね、旗という意味です。旗、あの旗印の旗、あの昔の戦国武将がね、あの六文銭とか、あるいは風林火山とかね、まあ、そういう戦国武将は旗を掲げてね、これが織田軍団だ、これが徳川軍団だということで、この旗を見れば戦国武将がどこの武将かが分かったようにね、昔の、まあ、戦争なんかでは旗を作ったんですね。で、仏法の旗といったら袈裟なんです、ね、旗の姿、私は煩悩から離れようとしてます、私は敵味方はございません、私の信念はね、全ての人に自信を持って接する、私はやられてもやり返しません、ね、生きとし生けるものが幸せでありますように、私は武器は持ちません、だからこう合唱なんです ね、どんな人にも武器を持たない、持ったらこれ坊さんじゃないですよね、私はね、一切このね、摂取をやりませんから、武器は持たないんです、これが仏法者、慈悲で生きるんですよね。そういう現れ、仏法者の目印、これが袈裟でございます。で、この目印、悟りを得ようとする旗印をこの袈裟で表すんだと。で、これをおっしゃったらちょっと前後関係を言いますとね、あの今あの大河ドラマが昨日から始まりまして、あの北条義時という人がね中心なんだけどね、そのね、あの5代目このひ孫がですね、仏縁の深い人なんです。北条時頼と言いまして、その方と親鸞聖人の会話が実は残ってるんです。北条時頼といったらね、まだ9歳の時にね、親鸞聖人と会話するんです。で、この人ね、立派なね、執権やるんです、まあ、20歳で将軍になるんだけどもね、10年後に出家するんです。それ割とね、いいことやるんです。仏法者ですからね、だから将軍みんな悪くないんで、やっぱり中にはいい将軍もいるんです。で、この方は親鸞聖人から影響を受けてね、お坊さんになるんですけどね、北条時頼という人が5代目にいます。で、その方とのやり取りがちょっとあるんだけどね、簡単に言いますとね、あの信頼書にね、あの関東で一切経というものをですね、このちゃんとね作るためにね、あの北条執権がねお坊さんを呼ぶんです。ちょうど政子が死んだ後13回忌というのがなされてね、当時はお経をですねまとめる仕事はね、素晴らしい功徳があると思われとったんです。ほんでお坊さんを何人か呼んでね、あの将軍たちがね、この宴会をするんです。その時にね、他のお坊さんは今でもね、袈裟を脱いで食事するんです。今でもね、袈裟つけたまま食べない。親鸞聖人だけがね袈裟をつけたままナマスを食べられたんです。ナマスといったらあの魚のナマスですけどね、他の坊さんはみんなね袈裟を脱いで食べとるけども、親鸞聖人はそのまま食べられたんです。で、そこでね、9歳のこのね、あの義時のひ孫の時より当時は海寺という名前だったんですけども、その方がね、なんで親鸞さん、あなたはね袈裟をつけたまま食べるんですかと質問したんです。すごい。すると親鸞さんがね、
忘れてたんだと、うん、他の坊さんはいつも食べとるからいいけど、わしはこんなめった食べれんからね、うん、思わずね、うん、脱ぐのを忘れて食べてしまいましたと言うんです、うん、ただね、まあそうかということで引き下がったんですけどね、もう一回やったんです、うん、次もう一回ね、またね同じことをされたんですね。あらまたね、宴会で、うん、他の坊さんみんな袈裟を脱いで食べるのに、親鸞、うん、さんだけは袈裟をつけたまま食べるんでね、うん、ねえ、またもう一回聞くんですね。また食べてましたよと、うんうん、あなたは頭一緒にそんなにね、うん、またこれの時親鸞にね、あ、忘れましたというふうに言われたんですよね。嘘つきなさるなと、うん、ね、これ鋭い、この小さい子供はね、うん、あなたみたいなやつしょっちゅう忘れるはずはないと、うん、これはきっと私はまだ9歳で幼くてね、うん、知恵がないから本心を語ってくれないんでしょ、うん、本心語ってくださいと、こういうふうに言うんですね。頭いいですよね、うん、ただ親鸞上人ね、じゃあこの、ね、人にはもう本当に言ってもいいと、うん、こう思って本心をね、親鸞上人が語った。それが説法として残ってるんです。で読んでみるとね、まずね、仏教ではこの殺生といって、本来ね、肉や魚やね、そういうものは食べることはやはりですね殺生だから本来はやめなければならないと、それ分かります。しかしね、今は末法の世であり、うん、今はもうね、もう戒律もない時代で、私もね、お粗末な自分だから、うん、ね、まあ、一応名前はね、表面的にはね、髪を剃ったり衣を着ててもね、うん、中身は私は徳もなければ、うん、まず知恵もないと、ね、謙虚にしない少年ね、うん、ね、で私はね、あえて袈裟をつけたまま食べるとおっしゃったんです。意味はね、親鸞上人はね、当時のね、時代はね、坊さんというのは全部ね、僧侶はね、国から与えるんです。今でいう国家公務員なんです。だから親鸞上人は後でね、藤井義実といってね、名前を俗名与えられてね、お坊さんの名前なくなったんです。法然上人も今と違って勝手に僧侶になれないんです。国が与えたり奪ったりする。だから親鸞上人は非僧非俗と言ってね、この親鸞は僧侶じゃないと言ったのはね、実際奪われたからです。なるほど、ね、だから僧侶の名前はなくなったけどもね、袈裟、うん、はね、うん、つけておられたんです。でこの袈裟はね、うん、今で言ったら結構ね大変な袈裟もあるからね、はい、略式の袈裟が和袈裟なんです。よく和袈裟ってこの丸い、こういう首かけるだけ、これだけ袈裟をつけたことにするんです。品川で言ったら高森先生がねつけてましたよね、つけてたね、品川でこれ一人前は和袈裟、うん、私はダメだからつけられませんでしたけどね、うん、そういうことであれ判断するんですけどね、本来だから例えば88箇所とかね、うん、山で修行する人はね和袈裟だけつけてね、うん、この動きやすい、この寒いといってね、衣動きやすいこの衣で修行するんですけどね、でも袈裟だけはつけるのは仏法者はつけねばならないからなんです。悟りを目指すのが仏法者だからですね。で親鸞上人一応ね、これはずっとね、僧侶じゃありませんがずっと袈裟はつけておられた。なぜかと言ったらね、親鸞上人おっしゃるにはね、本来この魚もね、ね、でもね、本当は食べてはいけないけども、私は食べたくて食べますと、うん、やっぱり仏法者はね、出されたものは絶対食べねばならないんです、うん、たとえ魚でもね、うん、絶対拒否は許されない、仏法者は、うん、そうですか、うん、全部いただく、ありがたくいただくんですね、うん、で親鸞上人はね、でもこの魚もかつては生命だったんだと、うん、ね、仏法者が思うことはですね、生きとし生けるものが幸せでありますように、うん、この菩提心がなかったら大乗仏教徒じゃないんです、うん、だからこの棒をね、みんな持たねばならない。で、親鸞上人は、この亡くなったナマスのね、魚を通してもね、ね、申し訳ないけどもいただきますと。でもね、ね、でも、どうか、ね、生きとし生きるもの、ね、かつては生命だった魚もね、やはりね、当たり前じゃない、食べるのもね。できれば、この魚った、亡くなった魚に対してもね、どうか、ね、幸せであってほしいということで、どうかこの亡くなった方々すべての生きとし生けるもの、人間だけじゃなくて動物もすべてね、解脱してもらいたいと思ってね、いただくんだと、この袈裟の力でね、
袈裟の力によってね、このね、これ仏様のこれいわばあの旗印ですからね、まあ、これに功徳があると思われたんでしょうね、まあ、実際はどうかは分かりませんけども、この袈裟にすごい功徳があると。ただみんなお坊さんみんなつけるのはね、そう、仏様のこの旗印ですから、これにね力があると思われてね、いつもつけたままでね、この幸せを念じて、だからあの袈裟をつけることによってね、変なことができなくなる、まず自分はお粗末だけどもね、ね、ね、この仏様の力でなんとかね、この幸せになってもらいたいという気持ちを起こして、私は食べるんだと言われたんです。これが答えなんですね。それでこういうことをおっしゃったんです。でこの後親鸞上人ね、こんな鋭いことを言うね、人はね、将来大物になるということで、実は大物になったんですわ。こんな日本を治めるような棟梁になる人はね、まあ、幼い頃からやっぱり頭がいいということで、親鸞上人最後で褒めとられます。実際この後ね、五代将軍になって20歳で将軍になってね、その後もずっとね、子供がずっとね、15代まで続きますけどね、やっぱり仏法者の将軍もやっぱりいたんですよね。こういうやり取りが残されていると。でこれしてもらいたいのはね、こうやっぱりね、仏法者の自覚を忘れないために袈裟をつけるのが本来の意味なんですね。別につけなくてもいいですけどね、コロとしてはいつもね、私は仏法者であるということをね、忘れてはならないことをこれを通して知ってもらいたいんです。あるね、薬師寺の有名なお坊さんが言ってましたね。有名なお坊さんがね、この衣のままね、着とったらね、悪いことできないって言ってましたね。まあ、悪いことしない人なんですけどね、まずね、焼肉屋には行けないというふうに言ってたらしいですけどね、言って言われました、聞きました。だから衣着とったらね、変なことできないんですわ。で食べるのはね、これやっぱりね、恥ずかしいからね、食べる時だけ私は仏法者でございませんということで和げさを脱ぐんです。親鸞上人は正直にね、私は食べる時でも仏法者であるということで、この食べるものもね、これ当たり前じゃないんですよ。お魚やお肉いただくのもね、いいですけどね、当たり前じゃない、ね、いつでも思うことは、生きとし生けるものが幸せでありますようにと思ったらね、捨てられないしね、ね、感謝していただけると思うんです、この感謝の心が大事ですよ、ね、人の行為を受け取るね、みんなこれ食事は当たり前じゃございませんから、生物の犠牲の上に私たちは食事がありますからね、そういうことはやっぱり思って、親鸞上人は食事なさって、いつでもどこでも仏法の思いをね、ね、常にね、忘れなかったのが親鸞上人なんです。だから親鸞上人はね、親鸞上人だけ、今でもね、ほとんどのお坊さんはね、食事するときは袈裟を脱ぎます。親鸞だけがあえて袈裟をつけたまま食べられたのは、私は仏法者としての自覚を常に忘れないために。仏法者といったら煩悩から離れていく種まきをすべきですよね。心はすぐには清らかにはなりませんが、心を清らかにするのが仏法ですから、そう私たちね、これを通して、まあ、心に留めておいていただきたいなと思います。だから今朝もね、じゃ意味があるんですよね、本来の意味と、またそれからね、後にちょっとね、今のような意味合いも親鸞上人には加えられて、この今朝にはすごい力がある、というのも仏法がすごいんですけどね、仏法の力によって全ての人を解脱まで導く阿弥陀仏の本願がまた素晴らしいからです。全ての人をね、解脱まで導こうとする阿弥陀仏の本願力があることを親鸞上人は体得なされて、どうかこの袈裟の力でね、生きとし生けるものが幸せであってもらいたい、どうか本願が届いてもらいたい、仏の慈悲が届いてもらいたいという御心で、この袈裟を離さなかったのが親鸞上人であるということをね、まあ、この九伝承の説法で、まあ、心得ておいてもらえればと思います。次ですね、この仏教界ではね、どんなところもね、この葬式でもね、綺麗な花を用意しますよね。あとね、お灯明、今危ないからね、電気ですけど、必ず仏教ではお仏花とお灯明は絶対あります、ね、
南方の上座部仏教でもチベット仏教でもね、宗派は異なれと、うん、ね、必ずね、お墓と、あ、お花とお仏花が、お仏花と豆苗があるのはなぜかと言ったらね、意味はお仏花は慈悲を表すんです、お豆苗は知恵を表すんです、ね、幸せの鍵は知恵と慈悲なんです。我々は知恵もなければ慈悲もないからね、ただその知恵と慈悲は目に見えませんから、目に見える形で、例えばね、お花をこれね、あの、一応何でもいいんですよ、ね、高い花買わなくてもいいですけどね、お花を見ることによってなんか心が優しくなりますよね、ね、和みますよね。つまり慈悲を象徴したのがお仏花なんです。仏様の花といったらね、ね、これを慈悲を表す、ね、どんな人も差別しない、ね、ね、あの、好き嫌いの気持ちをなくしてみんな幸せになってもらいたいというね、思いやりの心、慈しみの心、そういう幸せになってもらいたいという心、そういう心をね、自分がね、ね、獲得していく、自分が実践していく、お花を皆さんこれから見るたびにね、これは仏様の慈悲を表すと、私もそのような慈悲の心を育てていきたいなという思いで皆さんね、お花を見たり、またね、別にあの、どっか落ちてる花でもいいんですよ、何でも。無理して高いお金使わなくてもいいですから、まあ、お花を用意することによって仏様の慈悲を思い出すご縁にする。やはりね、これ見ないと思い出せませんから、これ全くなかったらやっぱりね、思い出せないんですよね。だからやっぱり写真とかも私はいいと思いますね。ちなみにあの、仏像もそうですけどね、やっぱりね、仏像でもね、あの、ご冥福でもあった方がね、思い出すご縁になるんです。なかったらね、思い出せないんですよね。それで後ほど仏教界では仏像ができて、木像とか遺像とか明号本像ができたのはね、このご縁にするためです。仏様を思い出す、このお仏花ならば仏様の慈悲、お豆苗ならばあなたの暗い心をぶち破る仏様の知恵を表す。皆さんは文法によって知恵を育て、慈悲を育て、知恵を獲得していくための教えが仏法ですから、お豆苗を通して、あなたの暗い心をぶち破る、心を明るくするのが仏様の教えなんだと。ろうそくの火を見るたびにね、ろうそくの火をね、電気でもいいですけども、これを縁として仏様の知恵を表しているんだなぁと、こう皆さんにね、味わっていただきたいと思います。これがお仏花、お豆苗の意味でございます。次、梵鐘、お輪の話を今からいたします、ね、梵鐘といったらこれね、大きな鐘ね、これ梵といったらこれはね、これ清らかという意味ね、梵はこれ清らか、仏様を表すとも言われますね。本来の意味は清らか、清らかな方が仏様ですから、この梵は仏を表すんです。仏の鐘なんです。仏様といったらね、煩悩をなくしてやりたい、あなたのね、苦しみを抜くにはね、煩悩をね、なくすことなんですよね。それでこの鐘のね、ボーン、ゴーンという音はね、煩悩から離れてもらいたいという願いを込めて、あの、鳴らすんです。まあ、これはもちろん昔は時計がなかったんでね、今時報がなかったんで、このね、朝と夜ね、この時計代わりにしたのが、まあ、この鐘を鳴らす習慣なんですね。折ならばこれはね、お勤めの前とお勤めの後ということで、鳴らすんですよね。でこれね、やっぱり鳴らしたらね、結構気持ちいいんですわね。ね、こういうの非常にね、同じような意味合いがあってね、仏様の声が届くような、そういう意味合いがあるそうですね。いろんな意味がありますけどね、まず心のすがすがしさ、鳴らすことによってね、邪気を払うというかね、汚れをね、なくすような意味合いでこの輪を鳴らしたりね、幸せでありますようにという願い、極楽浄土まで届きますようにという仏の声をなんか表すというふうにも後ほどね、まあ、いろんな解釈をしてるんですけどね、意味は心を清らかにする働きを表していると、こう思われたらいいと思いますね。
まあ、本来はこの時、ね、始めと終わりを表すための合図ですけどね、うん、あるいは今ならばね、ね、鳴らしてね、ね、今ならばね、陰で持ってきましたよと、おじいちゃん元気でやってますかみたいな感じで今そういう人が多いですけどね、今日も母がやってましたけどね、あれ声を勝手に喋ってるんですわそういう気持ちも分かりますよね。ね、そのためにちょっとチーンと鳴らすのもねいいかもしれません。ね、亡くなった方に対してもやっぱり幸せでありますようにという心はね、あなたの心をまた幸せにしますから、その合図としてね、お鈴とか梵鐘をね鳴らすのもいいかなと思います。一応3つ書きました。お鈴についてはね、澄んだ音ですね。お鈴はね、澄んだ音だから邪気を払うという意味合いがあるというふうに後ほど解釈されました。またね、檻を鳴らすことによって仏様にね気持ちを届けるという意味合いもね、この梵鐘とか檻にはあるそうですね。また、まあ、本来はこれ区切り、お勤めの始めと終わり、区切り、それを表すために、檻を鳴らす、もしくは時のね朝と夜ね、ゴーンゴーンと鳴らすのもね、そういう意味合いで、鳴らすと。一応あの仏教の行事は全て何らかのねお経にあることをベースにして後の人があの意味付けをしていったんです。だから無意味なことはあんまりないと思うんですけどね、うん、あとは灰ですよね。あの一応ここに、ね、灰がありますよね、うん、これも一応ね、まあ、ちょっと買う灰もあれば、線香でね、灰がだんだん増えていきますよね。これは何を表すか。昔ね、読んだんですけどね、ある構想の本に書いてあったと記憶してるんですけども、我が身の無常を取り詰める縁にするとおっしゃってました。灰を見ることによってね、このお線香でね、どう燃えていきますよね。未来のあなたなんです。私も必ずね、これ灰になってね、この世からいなくなりますよ。必ず人は死んでいく。無常を取り詰める。この無常感がとても仏法には大事なんです。無常感が深ければ深いほど幸せに近づけます。だから灰を縁として我が身の無常を取り詰める、そういうご縁にしたらいいかと思います。ただ灰をね眺めるじゃなくてね、何らかの意味を持たせてますから。あるいは線香ね、線香、まあ、お香ですよね、まあ、これは先ほど言ったように亡くなった方がもし幽霊だった場合はですね、中華の塩ならば食べ物がこの香りでありますから、香りだからこの線香を、用意したりお焼香したりするという意味合いもあると思いますが、もう一つはですね、やはり人間のこの体はね臭いんです、汚いんですよね。その汚い体を仏様に当てないための、まあ、礼儀のような意味合いで、この焼香もね昔からなされてきたとも言われます、ね、まあ、いろんな意味合いをね後の人が、だからお経に書いてあるわけじゃないけどもね、後の仏法者がいろいろ意味付けをしてね、この仏教の教えにかなったような、例えば仏壇でもね、これ極楽浄土の称号なんです。よく読んだらね、見たらね、趣味談といってね、お経に書いてあることをベースにしてね、この極楽浄土をかたどった内容が仏壇になっています。だから仏壇見たらね、まるで自分が浄土にいるような、まあ、そういう心が清らかになるように、そういう意味合いで仏壇もね後ほど、作られるようになったと思いますから、ただ仏壇を正しく活用したらね、よりね、仏道修行に励める場合もあります。全くなくてもいいですけどね、あった方が、まあ、より方便としてね、心が清らかになることもありますから、ただ正しくね仏壇の意味を知って、こういうね意味合いを理解するのはいいかなと思います。あとですね、年次もせっかくだから説明しましょう、まあ、今回ね父がこんな年次持ってたんで、これから私もね使おうかなと、ね、今回思ったんですけどね、何のためにこれを使うかですよね、まあ、いろんな意味合いがありますけどね、私はこの理解が一番いいと思うのはね、この年次の玉をね、これ煩悩に例えるんです。本来年次はね108つの玉がなければならないんです。そんなねもう長すぎますからね、これを略式で、でぐーっと玉の数を縮めたのが今のね年次になってます。でこれね煩悩の数を本来表すんですけども、
ここにね糸が一本通ってるんです。これが仏法に対する信心なんです、ね、たとえ救われてなくても信心は皆さんにはあるはずです。信心がある人はね煩悩によってね苦しみが減っていくんです。もしこれね糸なかったらね切ったらバラバラになりますよね。患い悩まされます。でもね仏法という信心があればね綺麗にね欲怒りはあってもねさほど私を悩ませないんです、ね、適度にコントロールできる、ね、信心の働きによって煩悩が苦しみとならなくなる。心をコントロールする力が信心でございますから、それでこの念珠ね、数珠というものをですね使うと、こう理解されたらいいと思います。だから蓮如上人も一応ね、ね念珠ねなしでね、お参りしたらね仏様を手づかみにするのかという言い方されてね、やはり仏様の礼儀というか、やはりそういう仏を敬う気持ちが強いほど皆さんは幸せになりますから、もちろん忘れても大したことないですよ、忘れてもあれですけども、でもあった方がより仏様に対する敬意を表してね、こう念珠をつけることによって煩悩から離れていきたい、信心を深めてね幸せにならせていただく、そういうね意味合いをこの念珠に込めてね、この煩悩の玉であってもね信心というものによって、幸せになれる、これが仏法ですからね。信は仏教を聞き始めてから仏になるまで信はずっと必要ですから。ただ、不退転大転の信心の違いはあります、ね、でも信心は皆さんにもありますから、その信心を深めていく育てていくのが仏法だから、そういうね信心を念珠の糸で表現していると。で玉によ玉をねあなたの妨げにはならない、まあ、他にも実は意味がいろんな意味で理解されますけどね、私はそれがまあ、皆さんにとっては一つの理解として知っておかれたらいいかなと思いました。あとですねもう二つ申し上げます。三回忌と七回忌を説明しましょう。じゃ仏教ではとにかくね、こういうね法縁法要、これやっぱりね無理やりでもね何かね意味付けしたいんです、ね、月参りとかありますよね、法恩公でも ねそういう行事でもしないとね皆さん仏法を聞かないから、ねね、この命日うちの地ならばね、12月23日ちょうど永久戦犯が処刑されたね時間帯でした。私目に入ったのはね1時頃なんですけどね、ということはもっと前に死んでますから、多分ね、永久戦犯が処刑されたんが12月23日午前0時1分と7分、20分後ですからね、多分あの辺りで父は死んでます。その後発見されてすぐこちらに連絡があったんですけど ね、まあその命日ということを縁として思い出す、ね、死を思い出して、ね、仏法を聞くご縁にする。今ではね葬儀屋さんありがたいことにね、こんなものを作ってくれるんですよ ね、こんなもの ね一周忌は翌年西暦22年三回忌はなぜかね来年なんですわ、ちょっと数え方が違ってね、あと7回忌13回忌17232737350とねこう書いて、これ実は意味がそれぞれあるんだけどね、まあいい加減な意味合いでもあるんだけどね、要はね仏法を聞くご縁を持ちなさいということです。やっぱり聴聞が一番大事なんです。聴聞するためにね何か意味合いをつけなければならないんで、つけたんです。でこのね三と七は結構仏教でねよく使われる仏教でいい言葉なんですね。三はこれはね三法を表すんです。仏法僧、ね、あなたにとって宝はね仏法僧があなたが死んだ後も持っていける宝なんですね。貯金通帳のお金は宝でございません。死んだ後置いていかればなりませんから、土地も家も財産もね、あなたにとって大事なのは仏様であり仏様の教え真理であり仏様の教えを伝えるね人たちがあなたにとって財産ですよと。だからこれ仏法僧を大事にすることがあなたの幸せに直結するから、この三を思い出すご縁としてね、三方を理解するための三回忌ということで、昔の人は三回忌をやりましょうというふうにお坊さんは言うんです、ね、この三はやっぱり非常にねいい言葉なんですよね。
あと七回忌、うんうん、これ胃はこれ木はこれちょっとねこれあまり良くないですけどね、でも仕方ありません。七回忌の意味は六道から一歩出ることを表します。仏教ではね、皆さんは六道輪廻して苦しんでますけどもね、でもね皆さんはね六道から一歩出ることができることを仏教では出世間というんです。仏教の目的は世間を出る。これ世間とは迷いの世界、苦しみ悩みの世界、仏教で世間と言いますね。迷いの世界から離れることを仏教の本来出世と言いました。ところが意味が途中で変わってしまって、途中でね日本ではですね世に出るなったんですわ。お坊さんになって名誉を得る、お坊さんになってたくさんお金がもらえる身分になる、世に出るというのがね間違った仏法、ね、お坊さんになる目的は、ね、出世といって名誉やお金や財産にありません、ね、迷いから出る下脱をする果たすのが本来の出世でございます、ね、だからあります有名なお釈迦様のね誕生下といってね、お釈迦様生まれた時にねこうおっしゃったんですよ ね、右手で天を指して、うん、左手で地を指して、うん、天上天下唯我独尊、ね、生まれた時にね東西南北に七尾ずつ歩いた、ね、七尾ずつ歩いた七歩ね、東西南北に七尾ずつ歩かれて、そして、ね、天上天下唯我独尊としちゃった。これは私たちのことでもあるんですね。皆さんがこのシャバに生まれてきた目的は六道から一歩出る、ね、それをお釈迦様のこういう話、これ実際あった話じゃありませんけどね、象徴表現です。でキリンじゃありません。突然ね生まれた赤子がニヤーと言いながらね、ねこんな立ち上がって七歩歩いて、そんな難しいことは言うはずはございませんから、これはあの作り話ですけども、ある真理を表そうとした、表現エピソードでございます、ね、七歩は迷いから出ること、ラッキーセブンということで七回忌をして仏法を聞いてこの世も未来も幸せになりましょうということを表したのが、まあ、このね七回忌であるということをね、まあ、あの知っておかれたらいいじゃないか、いいんじゃないかなとこう思いました。はい、じゃあ休憩いたします。